どうも皆さん、おはこんばんにちは。若頭。はい、てことでね、今回はこの XM4 紹介していこうかなと思います。で、カスタムの方はね、こんな感じですね。で、サイトにマイクロフレックス、で、マズルにエリミネーターで、バレルにレインフォース、マガジンが40ラウンド積んで、ハンドルがエアポン男性ラップ、こんな感じになってますね。まあ、この構成としては、中距離、遠距離を狙いやすくした、まあ、ブレの少ないカスタム。つまりは初心者でも、扱いやすいようなね、カスタムを今回作ってきましたということで、早速ね、行ってみよう。今回ね、XM4 を使ってるんですけど、こいつマジで強かったね。本当に。さあさあ、まずね、敵の後ろを取っていくような感じで、まず1キル目やっていく。いい感じですね。で、ここ B ポイント結構いるね。で、上から、これ AR のね、強み、これ XM4 マジでブレないんで、このカスタムマジで初心者でもいける。さあ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 。さあ、右も来てますね。右の外周も来てますね。さあ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 。さあ、いつもだったらね、もう頭ね、これ、すぐ行くんですよ。もうポイント突入ぐらいの勢いかな。してるんですけど、まあ、今回はね、ちょっと。AR っていうこともあって、ちょっと慎重になってますね。まあ、かなりデス数を減らした立ち回りっていう感じですかね。で、まあね、ここ、ちょっとね、敵の前線を、ちょっとぶち壊そうかなという生きる墓からいきます。さあ、さあ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 、味方も1枚いますね。さてさて、この辺ちょっとね、今からうろちょろすると思うんで。さあね、まず来るかなと思って、敵をね、まず1枚さばいて、OK。カッティングしていくね。ほんでほんでほんで、結構やられてるね、ポイント周り。やばいね。B がなかなか取れないんですよね、前半戦。結構敵の前線がね、結構上がってて。まあ、私の出番なんですけどね、ここで。はい、ここで裏取っていく。まあ、こういう立ち回りですね。正面から撃っちゃうんじゃなくて、後ろ取ったりとか、横移動中の敵をこう、やっつけると。NHK をぶっ壊すみたいな感じで、まあそんな感じでね、攻めていくと。で、来るの分かって、ここやって。まあ、結構ね、やらしい立ち回りしてますね、今回。もう確実に連キルを狙ってるような立ち回りっすね。そうそうそう。行こう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 。で、ここも来ると分かってて、さあ、足音ね、ちゃんと聞いてたんで、大体分かるんですよね。で、まだこっち湧いてると。いい感じに、まあ、リス狩りというか、やれてるなと。で、多分ね、だいぶヘイトもこっち買ってるんで、B ね、軽く取れたかなっていう。まあ、なんとか取れたかなっていうね。さあさあ、ここ恥ずかしていく。やばいと思って一回下がる。で、ネイルガン持ち替えて、来んの分かってるから、誘い出しの森のクマさん。オッケー。ネイルガン強いね、普通に。うろちょろ、ゴキブリのようにね、こうフィールドマイクタクト出てくるんですよ。まあ、それもよしと。さあ、私はやると。まずここカットして、さあ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 、こっからこっちに流れ込んで。さあ、やっていく。横をね、狩ると。なんと狩りやすいんでしょうね。やっぱりさ、そう、横から敵撃つからさ、全然ね、もう、やりやすいね。で、こうハンドキャノンになってから、さあ、こっから暴れますよ。ハンドキャノン、マジで当たりいい、今日。今日っていうか、今回もね、当たりが良かった。さあさあ、ぐるぐる回っていく。で、敵上に行ってんの分かってるんで、そこをね、パチコーンやっていく。で、そこもパチコーン、マジで当たり。で、ハープ出していくと。で、ここでちょっとね、さっき、邪魔あったんですけど、邪魔ね、壊せばよかったなって、今反省中ですね。せっかくハープ出てんのにね、自分だけ、ハープ見えないっていうね。謎の現象、つって。ハープの意味は。ハープとはって感じだね。さあさあやっていくやっていく。今危なかったね。ストリートスイーパーじゃなかった。さあさあ、ここ突っ込んでいくんで、ショットガンやっていく。ここのさ、マップマジでショットガン多いよね。で、ちょっといるんで、ここね、味方に任せようかなって。もうね、お前任せたと。で、ちょっと頭冷やすためにね、一旦引きます。ここやっぱり連休狙ってるからしてね、ちょっと立ち回りを変えようかと。いつもね、カシラ悪い癖で、すぐとつっちゃうんですよね。もう、戦いたくて仕方ないんで。で、ちょっとそこをね、今の自分の、特徴をね、殺して、立ち回っていると。おー、危ない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 。で、前半戦終わるという能力にかかわらず、ウォーマシンを繰り出してくる。もうこれ敵結構いるんでね。パコンパコンと、もう撃っていくと。ポップコーンのようにね、敵が弾けていく。最高じゃないか。で、前半戦終わりと。なんとかね、前半戦勝ってるという感じですね。で、ウォーマシン展開して、まあ、行くと。もう早速、敵陣に、ポコンポコンと。で、ここでちょっとね、連キルを取ろうかという息の計らいを取ってますね。もう、息の計らいって言葉好きだな、俺。で、味方行ってやられるんですよね。あみたいな。ちょっと可愛かったな、この敵。ちょっとビビってますかね、これ。おっとおっとおっと。結構グレ投げられてますね。オッケーオッケー。21まで繋がっていく。連キルあまりに、お前、立ち回りすげえ慎重だな。てか、なんかもう、持ってんな。
行ってもいいのかな、いいと思うつって多分行ってるっすね、これ。で、もうね、思い切って行ってる行動、これね、思い切って行ってますね。はい。で、そこいるのかなと。ナイスナイスナイス。22キル目まで繋がっていく。22連続ね、繋がって。さあ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 、そこ外すんですよ。で、これ、ハンディキャノン出すのか？あ、さあ、俺のハンドキャノンが火を吹くぜっていう割にエコが当ててくんで。さあ行こうぜ。はい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 。まずハンドキャノン得意だな。マジ使いやすいこいつ。ナイス。いくよ。結構詰められてるんでね。ここね、パコン抜いて。まあ、ハンドキャノンでね、少しね、味方の前線上げていきたいなと。いう感じですね、これ。で、フィードマイク焚いて、もういるの分かってるか。ナイスキル。で、ここもいて、もう一回隠れて飛び出して、カコン。さあ、ハープを出して、ね、2周目ハープ出していく。いいですね。で、また2体来てるんで、そこパンって1回隠れて、また出して、トーン。これですよ。これ。いや、ハンドキャノン強すぎな、これ。マジで。で、またこの辺ちょっとうろちょろさせてもろて。で、ここも来てる。もういいの分かってる。まあ、こっちハープ出てるんでね。めちゃくちゃいいよ。有利よ。で、右の方来てますね。で、ここちょっときついんですけど、まあ、撃つと。まあ、1枚だけやって、死ぬ。もっと点差もね、結構 GG で逆転しますね。いいっすね。私の前押しのおかげかと。ほっほっほー、つってね。さあさあさあ、B 入られてますね。さあ。だが、しかし、やってく。ウォーマシンが私には、あるんだと。結構そのカード来てますね。いいね、いいね、と。はい、ここも勝っていく。で、終わって、すぐね、ここ。来る敵をやっていく。目の敵にしてやると。さあ、いい感じね。いい感じね、あなた。で、なんか入っていくと、もう。もう入っていくと。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。点差をどんどん離していく。ね。A と B 取れてるんで、結構いいっすね。で、またここ後ろから失礼しますと。いるんで、わかるんで、そこにいるのは。わ、空いてるんで、オッケーと。またハンドキャノンを出していくのか。俺どうする、どうする、出していくんですね。さて。さて、おー、いたね。1枚いい。11連続まで繋がって。もうね、勝ち確ですね、これはもう。なんで。で、敵をパコンパコンと。もうこれは勝ち確と。で、最後ここね、パコンパコン打って、13連続、最後そんな感じで終わりましたと。はい、勝ちました、ありがとうございます。 XM4 ね、マジで強かったね。で、数字も555と、もっと進めと、数字も物語っておりました。ほんじゃあね、また。